今エクスフィアそのものよ。もうすぐ意識もなくなってしまう。私の体はエクスフィアに奪われたまま死んでしまって、私の意識はエクスフィアに閉じ込められてしまったの。浮かない顔だな、二人とも。ロディルを倒しても何も戻ってはきません。アリシアもボータさんも、たくさんの人の命も、私の時間も。時は流れるだけだ。何があってもただ過去から未来に流れていくだけ。ただ流されるのか、自らの意志で歩くのか、それが重要なのだろう。私は自分の意志で、自分の足で未来に向かって歩きたいです。これまでの私の時間はただ無意に流れていただけだから。私もただ流される生き方を改めねばならぬ。死してなお私を救おうとしてくれたアリシアのためにも。そうさ、過去は変えられないけど未来は変えられる。俺も二人に協力するよ。すまない。ありがとうございます。すっげー、リーガルって会長だったんだな。レザレノの会長ならやっぱり俺様と面識があるんじゃねえか。とぼけやがって。私は犯罪者だ。レザレノに迷惑をかけたくなかった。すまないな。しかし会長か、お偉いさんなんだね。ところでさ、会長って何なんだ。何言ってんだよ、会長は会長さ、偉いんだよ。だからどんなことしてるんだよ。え、それは。なあ何やってるんだ。私用事を思い出した。俺様、あ、コレットちゃんに用があるんで。なんだよ、教えてくれてもいいだろう。意外と私の仕事も知られていないのだな。
三対三魔人剣おい天空レッパブレンケン天空レッパ美しい魔人剣天空レッパブレンケンブレンケンマジンケンマジン天空レッパブレンケン天空レッパブレンケンマジンケン マジンケン 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 マジンケン俺様一番俺様か大丈夫なんでしょうか。一人になりたいのでしょう。考えることはたくさんあるはずだわ。あの人も自分がハーフエルフだから苦しんでるんだな。そうね。でも彼女があの生き方を選んだのはハーフエルフだからではないわ。そうかな。そうよ。父親である教皇に愛してもらいたかったからプレセアの実験に加担した。それを血のせいにするのは卑怯だわ。確かにその通りだけど、ちょっとかわいそうだって俺思うよ。甘いわね。いいえ、その甘さがあなたらしさなのかもしれないわね。
勝だぜ。俺様かっこ。ずっと暗いところで目がおかしくなっちまった。早くお日様が見たいね。なんでテセアラの封印の方はこんなに厄介なものが多いんだよ。ロイド、先生また遺跡モード。ロイド、授業は不真面目なのにいつも着眼点がいい。お前は考古学者の素質がある。なんだその嫌そうな顔は。考古学はいいぞ。ロイド、この闇の神殿はテセアラの中でも遺跡としての形状を残している稀有なものなのだ。テセアラの方が封印解放が困難かもしれぬという検証にはもってこい。逃げろコレット。ああ待て二人とも。